もう投げてるボールがちょっと自分たちのものとは違うっていう。で僕が先発で1イニング、野茂が9回っていう。野茂と喋ったことないよ。YouTube も出てこないじゃないですか。呼んでくれないですか、青野さんの力で。ミスターパーフェクト牧原。さあ、ということでここからは近鉄のことをちょっと聞きたいなと思うんですけれども、1990年というと近鉄に野茂投手が入団されたわけなんですが、だからそういう意味ではちょっと自分も落ちてきた、野茂はぐんと上がっていく、はい、こいつに抜かれるなとちょっと思いました。もう野茂が入団してきたキャンプの時で、もうそういうのは感じました。ちょっとこう物が違うなっていう、はい、もう馬力とかそういう部分ですね、はい、実際抑えるかどうか分かんないんですけど、もう投げてるボールがちょっと自分たちのものとは違うっていう。疲れ知らずみたいなところもあったよね。平気でフォアボール連発するんだけど、でも結局三振で打ち取っちゃうみたいな、まあその投球スタイル変えようって感じなかったもんね。ないですね、はい、そのまま、まあ後にメジャーリーガーになるんですけれども、やっぱりメジャーに行くような感じはなかった。メジャー近鉄でまあ一緒に優勝しようっていう気持ちはすごい強かったんですけど、まあちょっとこういろいろ球団との折り合いがうまくつかなくて、まあ最終的にメジャーが選ばれて、なんとかしてくださいよって、それはなかった、揉めてることに関して。いやー、僕らがもうやっぱ手出しできなかったですね。まあどっちかったらこうコロッて決めたら頑固な男ですから、ね、はい、なんかそんな感じに見える、はい、で僕もその年に移籍で、1995年から僕ジャイアンツ行ったんですけど、野茂もその時にメジャー行ってるんですよ。じゃあ、まあほぼこれから両輪でやってくれそうな人をもう出しちゃったから、ね、チームとしてはもう、はい、そんなにもう後の球団売ろうという意思がちょっとあるような見え隠れするような球団経営だよね、どっちかするとね。そこで喧嘩別れしちゃうわけだから、プライベートの交流とかはありました？最近は会ってませんですけど、はい、ありましたよ、12月とかに。野茂は面白いこと言うんですか？野茂ボソッと言います、はい、野茂なんかこう飲んでるイメージとか笑ってるイメージとかあんまり少ないじゃないですか。そうですね。だから YouTube も出てこないじゃないですか、はい、結構声を呼んでくれないですか、青野さんの力で。出ないね。でもね、見たことないね。ないですね。ちょっとこう言ってみます、はい、そういうの、マジで出る気がある、かどうか。意思が喋ったことない。そうなんですか。焼肉で一回ね、野茂、はい、ファミリーがこう入っていったのを俺こう見て、はいはい、あ、野茂だと思ったことある、はい、それが野茂、うん、来たら俺ちょっと意外に喋んなくなるかもしれない。それじゃダメだよ、ね、さんのトークをそこで、はいね、はい、そこでぐっと地に落ちる、彼のトークみたいに落ちる。トークタイガーお願いしますよ。これでももし野茂なんか来て、はい、俺 YouTube 見たことないかな、はい、見たいよね。見たいですね。私の知り合いの方が、デトロイトに住んでいて、野茂投手がメジャーに行った時に、その時まだ通訳とかっていう制度がなかったので、はい、多分その方は、当時高校生か大学生だったんですが、通訳を野茂投手のしていたっていう知り合いがいます。いや、とにかくレミちゃんがそんなデトロイトにも知り合いがいますから、ね。やっぱり国際派だよな。ですね、なんかね、ちょっと羨ましいな。羨ましいな、そのエピソード。はい、でも野茂はやっぱりちょっとそういう感じで、まっすぐな感じですか。そうです。はい、でも石井君が来た時に、やっぱり野茂のその野球に対する姿勢だとかを見てると、やっぱり打ってやろうって気になったっていう、やっぱり野手もその気にさせたピッチャーですよって言ってたんですけど、どうですか。まあ普段の練習からそうですね。そういう、まあ、黙々とやるっていうのがスタイルですけど、あとは何でしょうね、ああいう言葉にはしないですけど、やっぱりチーム愛っていうのが強かったです。あ、それ言ってた、はい、ってことは青野君の名前が出なかったってことは、青野あんまり言わなかったのかな、疲労には。
ちんわりの話を同級生なんですけどね。まあまあ振りとしてノモの話しちゃったからその話出なかっただけだと思いますけどね。そのノモ投手はルーキーイヤーから最多勝を獲得するなど大活躍でしたが、大木監督は青野さんをエースとして信頼し続けて、翌年の1991年もノモ投手ではなく青野さんを開幕投手に指名、さらに近鉄での最後の試合の先発投手も青野さんを指名、一番投げさせてやりたい投手を使ったと書かれています。嬉しいですね。です嬉しいです、その言葉を受けて、はい、もう、はい、大木監督は最後近鉄を退任するもうラストゲームを全員投げさせる、うん、全員投げたんです実際、うんうん、で僕が先発で1イニング、はい、ノモが9回っていう、なんかこうストーリーですね。あ、いいね、はい、そんなあの監督からかけられた言葉で一番当時の印象に残っている言葉とかありますか？衝撃的な話ですけど、はい、大木さんが近鉄を辞めるときに、うん、あの青野が今後ノモの投球フォームを変えようとした投手コーチが現れたらお前ちゃんと止めろよと。おー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 、いや監督無理ですって、うん、こ選手ですからってコーチにそれはダメですって言えないです、うんうん、まあ、その時ですけど、うん、まあ、ずっといるんならそうしろっていうのことを、だからあの多分言うのは僕ぐらいしかいなかったと思うんですけど、はいはいはい、それぐらい大木さんっていうのは個性を潰したくないっていうのが、あ、だから一郎君を見出したりとか飲もうとか結局そういうことなんだよね、はい、ってことは、まあ、アーノ君コーチでずっとその後辞めた後出るじゃないですか、はい、あのずっといろんなチーム見たけど、はい、やっぱりその選手をいろいろいじったりだとかっていうよりはもうその大木さんの言葉っていうのをすごい大事にしてました。あ、それはあります、うん、はい、まずこの選手の売りは何なんだろうっていう、うん、そこをまあ書いたりとか手帳に残したりとかして、うん、より忘れないようにしないと、どうしてもコーチって自分のコピー、ね、コピーを作りたがるんですよ。俺こうだったからっていうようなことで、はい、そういうふうになるとちょっと選手にとっては、うん、良さが出ないなっていう、ハマる時もあるんですけどね、はい、あ、うん、でも当時さ辞めてすぐに、はい、あのまあ、コーチやられて、はい、まあ、昨年までドラゴンズでコーチやられたり、この、まあ、20年ぐらいで、はい、コーチングって全然変わったですか？その30代にやった時とかは違いますね。ああ、はい、教わったことも含めて選手の時のコーチと、はい、自分の最初と20年、はい、全然やっぱりアップデートされて、あとはその間に僕社会人野球のコーチも勤めてきたんですね、はい、うんうん、それが結構大きいです。社会人野球では、はい、あの どういう、やはり社会人野球というのは短期決戦なんですよ、ほとんどが、はいはいはい、大会が何度もあって、うんうん、ですからこう調整調整でこう来週また頑張ればいいよっていうプロとはちょっと違うので、マックス持っていかなきゃいけないんだ、そこまでに、はい、それをどうするか。そうですね、はい、そんな、なんでしょう、あのコーチ時代の中で例えばその巨人の投手コーチとしての時代でこう、うん、教え子で印象に残っている選手ってどなたですか？印象、もう今あのジャイアンツで投げてるピッチャーも随分、はい、関わってるので、はい、まあ、一番古いところだと今村君になりますかね、はいはい、うん、今村、桜井、中川、あとメルセデスなんかは、はい、CC メルセデスなんかはあの彼は育成で入ってきて、日本の野球を、まあ、初めてやるのに僕が2年半ぐらい担当して、うん、はい、この辺はあの未だにやっぱ気になりますね。うん、どんなあの、まあ、誰かの話でこういうふうにしたらちょっと良くなったよとか何かありますか、具体で。やはりそこも同じで持ち味ですね、今村は緩急っていうのをよく言いました、うんうん、あのカーブがよかった、ね、ドローンってやつね、はい、あのカーブはやっぱり困った時に消さないようにした方がいいっていうのと、うん、でメルセデスはもうとにかくテンポよく、コントロールが良かったんで、そうだよね、テンポよく投げろって考えさせずにどんどん投げなさい、球はね、あのそんなにスピードでもちょっと上がってきたよね、はい、あ、最初よりも今上がってきた、はい、うん、手術したけど良くなったですね、良くなった、はい、はい、うん、まあそういうの。中日時代どうした？昨年
あたりも中日のピッチャーは結構ドラフト上位で入ってる投手がすごい多くてですね、うんうん、ただなんで結果が出ないんだろうって、も持ってるものはいいんですけど、なんかこうコードがねじれてる、よくあなるほど携帯の充電のコードがぐちゃぐちゃなってますね、いやつかないですか、うん、あれ ほどくのに、はいはい、あれをこう丁寧にほどいてあげるというような感覚です。あ、まあ、もうちょっとほどいてあげたかったなっていう、メンタルとか技術とか、やっぱり中日ってやっぱりどうしても名古屋の先輩方とかもたくさんいいの見て、うん、いろんなことをやっぱ言われてるんで、うん、なんか頭の中がこう考えちゃって、いいとこ取りしようとして、うん、ごちゃごちゃになってるところをもうシンプルにこれでいいんじゃないって、いいものがあって、これちょっと聞きたかったんですけど、はい、今やっぱり急速上がってる上がってるって2000年から、はい、まあ、アンさんコーチやってる頃から、はい、今の選手は明らかに150キロ投げるピッチャー多くなってきてるじゃないですか、はいはい、コーチの立場からして何が変わったか、なぜ急速上がってるかっていうのを、これ視聴者の人にちょっと教えれる範囲でどうですか。まずプロに入る前の段階で、うん、やっぱり体作りとか、はい、先ほどねやっぱり太るためにたくさん食べたりとか、だから体がすごい仕上がってるんですね、出力が上がってきてる、はい、うん、でさらに今プロの球場ってマウンドが硬いですから、うん、やはり足腰が強い人って強いほどやっぱりボールが速いんです。だからここでガッと硬いところ踏ん張れる、踏ん張れるから、はい、僕らの場合は土がこうなるからこうやって逃がしたら、僕らの頃はこう、うん、投げていけばどんどん掘れてしまうマウンドなんで、はい、最後はもう踏ん張りきれなくなってくるんですけど、うん、今は逃げちゃうんですからね、はい、今ドンと止めれるからグッと回れるわけ。あとはトレーニングですね、うん、はい、もう本当ナイターなのに12時ぐらいからもう球場来て練習してる人たちばかりです。で股関節のトレ、まあ、ピッチャーってやっぱ股関節すごい大事なんで、股関節のトレーニングメニューなんかもすごく充実してますし、僕らはもう走っとけとか、うん、投げ込んどけとか、そういう時代がこう終焉を迎える時ぐらいだったんですけど自分は、うん、今これトレーニングもすごい進化してますね、まあ、サプリメントも含めていろんなもののサポートするものも含めて、はい、トレーナーも含めて、はい、そうですね、じゃあこれからどん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 上がっていくってことですか。上がると思います、ね、軟式野球のボールも今すごい空気抵抗のないやつにもう変わってるんですよ、はい、昔のようなこうディンプルが多い、うんうん、ボツボツしたらじゃなくてもツルツルなんですよ、はい、だから空気抵抗がないんで急速上がるんですよ。ああ、はい、そうか。だから今度阪神に入った子なんかもう軟式で150キロ投げたりとかしてたわけですよね。あ、森木君ね、はい、うんうん、なるほど。そうか。最後質問いいですか。あ、はい、セパ、これ2年連続セリーグ勝ちました。この要因どうですかね。交流戦コーチとして見てセリーグとパリーグで戦ってきたと思うんだけど、はい、今セリーグ2年連続勝ちましたよ、はい、うん、特に昨年は僕も中日にいて、はい、ヤクルトに歯が立たなかったです、うん、はい、はい、やはり若い選手の今こうチーム内の雰囲気でノリの良さもあるし、うん、あとは育成が確実に成果として出てますよね、うん、山田哲と村上、まあ、そうだよね、で、はい、でだって今2年目 の、 キャッチャーの子とかも含めてすごいいるもんね、はいはい、そうですね。だからまあちょっと若手の世代のセ・リーグの人たちが非常に力をつけてきて、はい、パ・リーグは柳田君とかあの辺がだいぶ年齢上になってきたんでちょっと落ちてきてるかというところでこうセ・リーグが今合ってるっていうところかな、ね、あとはやはりパ・リーグのスターが結構やっぱり海外に行くっていう、どちらかというと、うんうんうん、まあダルビッシュ大谷だから、そういう意味ではセ・リーグでは、まあ、牧だとか、はい、村上とかあの辺も含めて岡本も含めてすごい若手の、はい、まだ若い人たちが多いから、はい、これから行くってことですね。分かりました、ね、うん、ということでもうそろそろ時間がねなってきた、はい、ね、これまあ聞きたい人また別のチャンネルでパーフェクトチャンネルにしてくださいということで今日はアーノさんに来てもらいました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。